はい、皆さんこんにちは、亀鉄です。3月22日です。東武線の東京スカイツリー駅へやってきました。一旦改札出てですね、再度入場します。で、今日やってきたのは桜トレインに乗車していこうと思います。で、スカイツリー駅ね、ホームのコンコースにはこんなものがありまして、もうこれって鉄道マニアだったらね、泣いて喜ぶようなね、一覧ですよね。で、その下に桜トレイン出発進行っていうね、ポスター、横断幕かな、かかってましたね。で、ホーム上のね、駅名表の下にもね、ポスターが貼ってありまして、で、私は今日は17時3分発の上り浅草行きに乗っていきたいと思います。1日5往復もするんですね。で、17時3分発浅草行きと思ったらね、通過の表示になっちゃったんですよね。あれ、これ運転しないのかなと一瞬思ったんですけども、直前のね、列車が行ってもね、はい、ということで運転されるようです。直前の列車がね、行ってもね、通過になってたんですけどね、どうやらダイヤ上はね、通過扱いみたいですね。まあ安心しましたか。で、ポイントがね、特急列車の留置線側に開通しました。お、やってきました。17時3分発臨時桜トレイン浅草行きです。リバティのね、お役系車両で運転ですね。3両編成ですね。おお、この付近でね、3両編成でね、500系が営業運転するっていうのも珍しいんじゃないですかね。で、このためにわざわざ出庫してきてます。で、これは浅草に着いてからの折り返しがね、特急になるような、そういう送り込みの運用じゃなくて、わざわざこの一区間のための往復のためにね、特急列車型ね、500系を運用するっていうか、これね、東武すごいなと思いましたね。はい、幕は臨時ですね。ああ、お、停車位置はホームの真ん中だ。まあすぐには発車しないだろうから、そんな焦ることはないと思うんですけど。ご乗車ありがとうございます。この電車は臨時列車桜トレイン浅草行きです。はい、で、車内はこんな感じで、まあ普通の装飾ですね。で、座席の並び方はね、なんだろう、これランダムな感じ。前の運用のね、時のままなのかな。この日のね、5往復目に当たりますね。まあもちろん発車メロディーもかかりまして、出発進行というところですね。3分発の桜トレイン出発ということでね、まあ、車内からお花見できますよっていうコンセプトなんですね。で、通常ですね、東京スカイツリー駅から浅草駅までは3分で運転しているということなんですけども、隅田川の橋梁上でスピードを落とすことで5分で運転、まあ、お花見してくださいっていうことですね。短い時間ではございますが、橋梁から見える隅田川沿いの桜を車窓よりお楽しみください。また桜トレインの運行と合わせまして、素敵な商品が当たるフォトコンテストや隅田リバウォーク乗車券付きハシカードの発売も行っております。詳しくは東武鉄道公式ホームページにてお知らせしておりますので、ぜひご覧ください。浅草駅のすぐ隣、てかもう出発してすぐのところに隅田川がありますね。隅田川に橋梁がかかっているわけです。桜咲いてますけど、まあ、夜暗いからかあんまりよく見えないけど。確かにね、ここを徐行してね、いつも出発していくんですけども、まあね、優れたポイントですよね。絶景ポイントというか、そこに
ね、おこれひょっとして観光に使えんじゃねえかというところで、ね、東武鉄道が設定したということですね。まあ、こんなご時世なんでね、空席目立ってますけどね。はい。試みは素晴らしいと思います。うん。望遠で。まあ、ちょっとね、夕方だからね、はっきりはよく見えなかったですけどね。まあ、雰囲気は楽しめるかな、というところですね。はい、反対側も、1分ぐらい停車してたのかな？まあ、反対側もね、まあ、座席にね、別のお客さんがいなければね、移動しても大丈夫みたいなんで、ちょっと見てみました。うん。まあ、隅田川はね、春は桜がとても綺麗なところなんですよね。ご案内いたします。まもなく浅草に向けて発車いたします。お立ちのお客様、ご注意ください。お立ちのお客様。普通特急列車で立ってる人いませんからね。私みたいにね、こうね、移動する人に対して案内だと思いますね。で、ちょうどポイントの真上で停車していたんですね。ご乗車ありがとうございました。まもなく終点の浅草に到着いたします。この後も隅田川の上を歩いて渡れる隅田リバーホームから車窓からご覧になりました。桜とは一味違う桜を楽しみいただき、東京水町、東京スカイツリータウン、野田橋商店街でのお買い物も合わせてお楽しみください。この電車は4番線ホームに到着いたします。お出口は左側です。お降りの際、お足元に十分お気をつけください。本日は臨時列車、さくらトレインにご乗車いただきまして、誠にありがとうございました。はい、ということで、この列車はね、特急列車用の4番線ホームに入線するようですね。はい、浅草駅の急カーブ。お、横は両毛号の200系かなが止まってますね。リバティの表示で。で、編成は510編成でしたね。臨時スペシャルトレインという表示ですね。で、なんと今到着の列車がそのまま折り返しの17時45分発の桜トレインになるとのことです。お、ということはですよ、約36分間停車してるってことですね。お、なんだこの贅沢な感じは。ねえ、一駅の往復にこれだけ時間をかけ、なおかつ3両編成の特急列車を使うとは、まあ、特急型列車ね。試みとしては非常に面白いと思います。はい、では浅草駅の改札を出場します。運賃を支払いました。で、桜トレインのね、 PR ねしてますね。わざわざ乗りに来てよかったなと思いますけども、17時45分発臨時東京スカイツリー行きですね。で、特急列車は左側のディスプレイに表示されてるんですよね。一般列車は右側に表示されてるんですけども、この桜トレインは、まあ、特急料金を取らないっていうのと一駅間しか運転しませんので、まあ、右側のね、一般列車の方に表示されてます。で、こっち側のディスプレイに4番線発車ですよっていうのは珍しいな。うん。で、浅草から春日部までの切符を購入しました。入場していきまーす。まあ、このままね、自宅の方へ帰りたいと思いますけどね。で、まあ、この浅草駅のね、このホームね、東端式はね、まあ、北関東への旅の始まりっていう印象がすごい強いホームですよね。うん。ジオラマありました。90周年。もう浅草もね、90年を超えてるかな、浅草駅。200系の両毛に500系のリバティ。今日は桜トレインで運転ですね。さらに、お連れ物落とし物がございますので、ご注意ください。
産業衛星なんで約 60m なんですよね。エリアだけ決めて、いいですね。私はね、春日部のね、方に住んでるんで、まあこの500系のアーバンパークライナーとかはすごい馴染みあるんですね。だから500系は結構お気に入りの車両ではあります。で、幅がね、空いちゃってるんでね、こう隙間がね、ちゃんと板通してますね。はい、サイドビューですね。でですね、ホームの先端がね、狭いんですよね。こう写真撮影とか動画撮影するときは気をつけないとなというところです。先頭部分ですね。うん、リバティのね、乗車目標位置もありますね。桜トレイン東京スカイツリー行きです。車内こんな感じというか、知ってなきゃ絶対乗ろうと思わないですよね。てか乗っていいかどうかわかんない。臨時列車カクラトレイン東京スカイツリー行きです。通勤45分まもなく発車いたします。ご乗車になりましてお待ちください。お待たせいたしました。臨時列車サクラトレイン東京スカイツリー行きです。まもなく発車いたします。では17時45分に出発ですね。非常にね、企画としてはいいんですけどね、まあこういうご時世のせいか乗ってる方がね少なかったのはちょっと残念でしたけどね。で、私ね、3両編成の一番後ろの車両のね、後ろ側のね、方の席に座ったんですね。これ浅草駅でいうとすぐ急カーブなんですけど、3両編成で短いんで、先頭車両がかろうじて見えるぐらいですね。臨時列車桜トレインにご乗車いただきまして誠にありがとうございます。短い時間ではございますが、橋梁から見える隅田川沿いの桜を車窓よりお楽しみください。また桜トレインの運行と合わせまして、素敵な商品が当たるフォトコンテストや隅田ゲマウォーク乗車券付き橋カードの発売も行っております。詳しくは東武鉄道公式ホームページにてお知らせしておりますので、ぜひご覧ください。隅田橋梁上で一旦停車いたします。はい。で、橋梁上で再び停車。さっきからね、30分ぐらい経ってますのでね、もう夕方からも夜景に近い、夜景に近い感じですね。すぐ発車しますって案内したんですけどね。まあ、反対側の景色を見るぐらいの余裕はありました。約1分ぐらいの停車でしたかね。隅田川いいですね。はい。ご乗車ありがとうございました。まもなく終点東京スカイツリーに到着いたします。この後も東京水町、東京スカイツリータウン、ソラマチ商店街でのお買い物も合わせてお楽しみください。また隅田川の上を歩いて渡れる隅田リバーウォークから、車窓からご覧になるのとは一味違う桜もお楽しみください。本日は臨時列車桜トレイン東京スカイツリー行きにご乗車いただきまして誠にありがとうございました。終点の東京スカイツリーに到着いたします。お出口は右側です。お降りの際、お足元には十分お気をつけください。またお忘れ物などなせませんようにお気をつけください。はい、浅草から1駅約5分で終点東京スカイツリーへ到着しました。ありがとうございました。終点東京スカイツリーです。車内に忘れ物ないようご注意ください。この後下り方面ご利用のお客様、降りましたホーム2番線でお待ちください。到着の際は同行のマークがあります。ご乗車しませんのでご注意ください。ご乗車できませんのでご注意ください。で、階層の表示じゃなくて通過表示でしたね。うん、ダイヤの扱い的には通過ということみたいです。
で、再びね、特急列車の留置線へ入線するようですね。黄色のね、警戒、注意信号か、が出てますね。3両編成のね列車が回送していきます。留置線にね入ってきますね。このためにねわざわざ1往復してくれるっていうのは贅沢じゃないですかね。はい、ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録、いいね、評価お願いいたします。